い、皆さんこんばんは、翔です。ということで今回は、白猫テニスの方、やっていきたいというふうに思います。ということでね、前回も動画出したんですけど、リセマラ終わりましたよって動画出したんですけど、まあ、ついに、20回まで、来ることができました。ありがとうございます。本当になんとかね、20回まで来ることができましたよ、本当に。ということで20回に来ると、まあコメント欄でもちらほら、まあ出てたんですけど、チームというものを作ることができて、チーム作ることができました。はい、ショーズクラブという名前にしましたね。名前の理由といったら、まあクラブってまあね、部活だから、まあ僕部活ほどなんかハードにやるわけじゃないですけど、なんかゆったりした名前がいいなと思って、まあであと僕であることが分かればいいかなということで、こういう命名にしましたので、まあぜひ、まあこの動画はですね、まあどっちかというとチームメンバー募集かな。確かになんかチームメンバー募集なんですけど、まあ僕がね、言っての通り白猫テニス初心者なので、まあ皆さんぜひぜひ、あの、まあ、やってらっしゃる方であればぜひぜひ、あの、よろしくお願いします。あの、僕に教えてくれながら僕も成長するタイプなので、はい、頑張ってる。なんかね、チーム作るとダブルスの試合ができたりとか、リーグとかあったりだとか、それでどんどんそのチーム自体もどんどん強くなっていくっていうので、なんか面白いなと思って、なんか団体戦ですよね、要は。なんで、まあ、僕もよく分かってないんですけど、とりあえずそのタウンの建物とかもちょっとチームメンバーがいないとできないって言われたんで、はい、あの、まあ、頑張っていきたいなというふうに思います。あの、まあ、参加条件、あ、承認制に一応したんですけど、まあ、全部、あの、来たものは全部承認していこうかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。なんか15人までらしいんでね、ぜひ一緒にやりましょう。で、なるべく、あの、アクティブな人を優先して、入れたいと思うので、で、あとそうですね、何日も、一応ログインしてなかったら切ってしまうっていうのは一応先に言っておきます。それはちょっとね、何日もログインしてない、まあ、僕がもしかしたら何日もログインしてない可能性もあるかもしれないんですけど、まあ、一応そういうルールだけは取っておきます。あとはまあ皆さん、楽しくやっていけたらなというふうに思うので、まあそうですね、動画とかでダブルスとかやってみたいなって思うので、タウンとかね、どんどん成長させた姿とか見たいので、ぜひ皆さんご応募の方よろしくお願いします。ということで、かなり短い動画になったんですけど、今回は白猫テニスの、そのね、クラブの、クラブというかタウンの、タウン、そうや、チームの紹介でございました。多分検索のところで、見れると思うので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。では、皆さんのご応募お待ちしております。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。